いらっしゃいませ。喫茶竹林へようこそ。花金なんですよ。花金。喫茶竹林毎週金曜日にやってましたからね。最近はなんか金曜日がえらい待ち遠しいというか、なんですよねこの感じ。ちょっとねアンダーなんですかね、わかんないけど。はい、まあ花金なんですよ。花金なんで今日はこの選曲をっていうのがあるんですけど、まあそれはちょっと置いといて、今週僕は何をしてたかっていうと、まずはこれ、よいしょ、これね、ジェットコーラーってゲームをずっと作ってるんですけど、それのコントローラーを 3D プリンターで作ってました。これすごいでしょ、ね、便利なもんで、コーラのボトルを 3D スキャンしたデータがインターネットにありまして、100円だったかなで買ってきて、でその 3D モデルをコンピュータグラフィックス上で分解して、上下にでここはまるようにしてとか、なんかセンサー入るようにして、でデザインっていうほどでもないですけどやって、で 3D プリンターに入れてピッてボタンを押すと、まあ上が4時間、下が5時間ぐらい、だから計9時間、なんやかんや10時間で1本できるっていう。まあすごい時間はかかってますけど、これがねご家庭でかなり強度もグッて持っても絶対壊れないくらいの強度があるものが出るっていうのはすごいな、未来に住んでるなって思いました。あとは早起き習慣を続けていまして、必ず6時台に起きる。でこれをいろんなもんね作ったり、こういういろんなもん作ったり、こうやってね喫茶地区に撮ったりっていうのをしてるんですけど、結構うまくいってるんですよ。コツを見つけたんです。何か早く寝る。当たり前なんですけど、当たり前のことに気づいたんですよね。当たり前のことに気づくって大事だなって思いました。早く寝れば早く起きれる、これ当たり前なんですけど大事だな。すごいなんか起きれてます。朝寒いけど、この辺マイナス5度とかなるんですよ。めちゃくちゃ寒いんですけど、それでも起きれてるんできっと大丈夫。はい、でもう一つはこれ、昨日会社に行く前にちょっと打ち合わせとの間に時間があったんでできたのが、金岡の家っていうね展示、恵比寿、東京の恵比寿で開催されてます。影岡の家っていう施設があって、その中でやられているスペシャルマンス、の展示ですね。僕ずっとツイッターでフォローさせていただいているポンボックスさんって方がいらっしゃって、体験型展示クリエイターの方、すごいいい作品をたくさん作られている方で、いつか作品見たいなと思ってたら、2月1日から2月の28まで恵比寿で展示をやっているってことで行ってきました。すげえよかった。テーブルの上にこれくらいの、ちょっと小さめでもないか、どれ、おせんべい1枚くらいの大きさですかねの木製のプレートがあって、これをこうテーブルの上で近づけたり離したり隠したりひっくり返したりすると反応して音が鳴ったりビジュアルがついてくるっていう作品なんですが、その他のものとのつながり方であったり音の出方だったりっていう、感覚、映像の感覚だったりがすごいこう楽しいんですよね。探っていく感じっていうか、これとこれをこうやったらこうなるのみたいな、あ、なるほど
どねとか、ちょっと近づけてみようかとか、遠ざけてみようかとか、そうするとこういう風に変わるんだとかっていう、この変化の中、言語がない変化の中で音とビジュアルだけで楽しめるっていうのはすごい素敵だなと。でゲームのような、なんつうんですか、盛り上がりというか達成感って感じではないんですけど、すごくこうじんわり響く作品で、なんだろうな、いろんなもののデザインも一つ一つ柔らかいタッチになっていて、なんですけど、そういうちょっと不思議な体験じゃないですか。これくらいのおせんべいみたいな板ひっくり返すだけでいろんなものが動く、音が鳴ったり映像ついてきたりとか、ハイテックな不思議な感覚になるんですけど、ガチガチにセンサー使ってるかっていうと実はそうでもなく、既存の技術、安定して使える技術っていうのをやっているっていうのを見て、もうすごいとなんていうんですか、こうやりゃいいじゃんって言ってガチガチにセンサー組んでいっても、なんだろう、展示する時の耐久性っていうか、ランニングがしっかり安定して動くかどうか怪しいねではなく、安定した仕組みで安定して楽しんでいただけるものになっている。で、それって実はすごい大事なことで、やってる側が不安にならないんですよね。それがあると不安にならないとスッとその作品の中に入っていけるんで、素敵だなって思いました。そういうことも含めて、影を可能になったところで、恵比寿の、ね、駅から歩いて 3,4 分だったと思います。ここ良かったん で一番上でも3階があるんですけど、そこはねプラプラックスさんっていうアートユニットがいて、この人たちも面白いの作るんですよ。影からこうモンスター出てくるような作品作ってた方たちなんですけど、の森のいろんなものが勝手に動くみたいな、ちょっとね面白かったんで、ぜひこれお時間ある方、お近くにお住まいの方、恵比寿の辺りを通り過ぎる予定のある方、ぜひぜひこれ見に行くといいかなと思います。ということで最初の話に戻るんですが花金ですから、どうしようかなと思って、花金って何だかわからない世代の皆さん、花の金曜日って、やったぜ金曜日、なんでその言葉が出てきたかっていうと、週休2日制が始まったんですよね。完全週休2日制なので、今まで土曜日は午前中だけ働きますとか、ちょっとね短いけど働いて日曜日休もうっていう感じだったのが、週休2日になることで金曜日の夜っていうとは休みの日の前の夜になる。なので金曜日はの夜は遊びに行くぜっていう、しかも景気がいい時代ですから、1万円札こうやって、1万円札こうやってタクシー止めてるような時代ですから景気のいい時代の、ウィークエンドの夜、さあ楽しみましょうみたいな感じですよね。そういう時代のを、なんだろう、そういう時代の金曜日を花金って言ったんですけど、その花金らしい曲と思って昨日、探してたら、僕にとってはこれなんですよね。雨にキッスの花束を、今井美樹、大好き。これやわらってアニメの、主題歌だったと思うんです。で作曲者、詩もそうなのかな、愛は勝つでおなじみカンさんですね。カンさん、天才ミュージシャンがやっていて、すげえポップなんですけど、これの、なんだろう、感覚、妙な明るさがある。これは今の日本では出せないし、あの瞬間の日本でしか出せない空気感だと僕は思います。花金の感じ、無邪気に明るい、なんだろうな、けどアーバンだこれね、一生ないと思います、こういうこと。少しこう暗さだったりの方に行くじゃないですか、とか、もう少しちょっと最近の明るさって
ちょっとこう自虐的な感じの明るさだったり、なんつったらいいんだろうな、バカっぽさみたいな明るさってあるんですけど、まあそれもそれで好きなんですよ。それもそれでもちろん好きなんですけど、この明るさはないと思うんですよね。妙な明るさがあるんで、ぜひ聞いてください。雨にキッスの花束を。間に入るセリフもなかなかいいんですけど、ライブでこれをやってくれないんです、なかなか。今井さん楽しみにしてますんで、これいつか見てみたいな、今井美樹のライブ。僕ないんですよね、見たことが。結構好きで、アルバムは2000年代初頭までは持ってるはずです。はい、大好きなミュージシャン、フォーライフから出してたんですよね。いいんで、ぜひこれを聞いてですね、花金を楽しんでみてください。ということで、アメニティスの花束を、今井美樹をどうぞ。喫茶竹林、また来週でございます。それではバイバーイ。